はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今回はね、レア妖怪とか、まあせっかくイベントね、やってるので教室もねとか、あと一応ね、この辺のコメントとかもね全部、イベントのねマップを見ていきたいと思います。あとボスとかね倒していきたいと思います。ノーズ、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、今ステージ11なんだけど、今回のレア妖怪は多分コマくんですね、きっとね。まあ、前回の妖怪学園ワイイベントでもそうだったからな、連続でって感じですかね。多分ボスと隠しステージ以外は出るんじゃないかなと、ちょっと最後にしてあげようと思います。あ、倒しちゃった。あ、倒せない。あ、倒せない。ゲットできなかった。変な技。という感じで、とりあえずステージ11で出たけど、多分繰り返すけど、ボスと隠しステージ以外は出るんじゃないかなと思います。まあ、もしかしたらマップで違うかもしれないけどね。はい、とりあえず、リア妖怪でした。11でとりあえず出ました。はい、じゃあ最初の教室のねボス戦いきましょう。最初の教室は隠しステージじゃないか。はい、ジミナディーズ、これはあいつですね。あのアニメでこいつはもう出ましたね。ヒカキンさんじゃなくて、なんだっけ、ワイキンさんだったっけ、アニメで。はい、6856。やっぱあの何なんだろうね。じゃあもうこれでさよならしちゃおうか。さよなら。フィニッシュ。まあこのアカウントはね、ちょっと弱いアカウントなんで、極土の子いないんですけどね。土の子いて周回した方が本当はいいと思いますね。5ポイントだけどね、でかいね。はい、じゃあ次のマップ行きましょう。ワイ学園、なんか今までのイベントと似てるな。同じコメントしかない。あれ、そんなもんかな。はい、じゃあこのマップやっていきましょう。お、マタロウくん。特に相撲とポインターが降りやすい。はい、じゃあこのマップもやっていきたいと思います。はい、そしたらね、Y 学園のボス戦いきたいと思います。誰だろう。おお、こいつか、ヒカキンさん、目立つことスキーさん。じゃあ行きましょう。ワイキンさんだっけ、なんだっけ、アニメの時ね、先週、先々週か、先々週と書いてあるな。かなりタイムリーだよな。はい、目立つことスキー、ヒットポイント12032、攻撃力は6。あんまり高くない。G 技でさよなら。お、結構ギリギリだったね。はい、というわけで Y 学園もこれで突破ですね。5つ星コインゲット。はい、じゃあこれで Y 学園終わりかな。一応ここのキュービー先輩はね23でジバジンペイちゃんを使ってクリアでした。はい、じゃあ次のマップ行きましょう。次が体育倉庫になりましたね。ここが体育倉庫、ソシアルクラブ、ダンスフロアもあって、まるでクラブみたい。何、音が大きくて何も聞こえねえ。ノーズは奥の部屋にいる、先を急ぐぞ。ヌラリが誰なんだろうな。
コメントは1種類だけなのかな。あれ、いつも2種類ぐらいコメントあるけどね。はい、じゃあこのマップも行きましょう。ライドメラ君もいるね。なんか、全くもって。あれだけどね。おお、なんかすごい。ということは、ボスは、道。ふふふふ。え、同じコメントだけなのかな。はい、じゃあとりあえず進んでいきましょう。はい、最後ね、ボス戦やっていきましょう。レア妖怪は39と36でも出たかな。うん、コマさんね。なので、まあやっぱりボス以外で、ボスと隠しステージ以外でんじゃないかなっていう感じかな。まあでもね、ミッチーがね出てきて、今後ソラナキもね出てきそうだよね。ノーズが変身した姿。プルポンは一応これでおしまいなんだよな。どりゃー、さあ行きましょう。なんかウォッチ新しいの持ってるんだよね。一応イベントのマップを追うという回で、一応一通りね全部は行きましょう。ちょっとアカウントが変わってるかな、これ。今回ね、一番弱いアカウントでグルポン出ちゃったからね。さ、なるべく弾壊しはこう一瞬で消す妖怪を、弱いのを使ってね。今回結構弾が落ちてくる気がするな。なんで、あのバスケットとかね、私使うけどね。まあフィーバーとかにも行けばかなり稼げるんじゃないのっていう感じですかね。うん、さあ今回はガシャね、どうなるんだろうね。追加と今回の、まあ、ちょっとこの後見せるけど、くっ、俺は一体どうしまったんだ。これあれだよね、ジョジョのあのハイウェイスターみたいなやつだ、ね、それか。これがヘビアマチュア、これはアニメ来週だよな。ハイウェイスターみたいな感じするよな。千秋、こいつを操ったのはお前だったのか。本番はこれからっしょ、奥で待っててあげるっしょ。ということで、一応ボスが終わってって感じだよね。はい、そしたら一応今回はね、レア妖怪とマップを見ていきましょうの回で、うん、コメントとか追ってきました。今回女の子たちがいないんだよね。ふぶき姫もいい、ふぶきちゃんもいなければ、エマもいなくてね。エマがね、アニメでね、エンマとの絡みが出てきて、今後ヌラリもね出てきそうなんで、必殺技反撃、必殺技も反効果もこうね。はい、そして次の方もね、こいつがスカイスネーカー、最近の流行りですね。変身、今週の妖怪学園 Y を見ないとって感じで、あのコロナの影響でね、必殺技とフィーバーゲージ吸収だから攻撃力アップは効くっていうパターンなのかな。うん、はい、という感じで、今回ねマップを見ていくという形で、 Y 学園のキャラが有利のようだということでね。 Y 学園の前回のイベント私サボっちゃったんだよな、学校側のイベント。なんでちょっと絶望的なんですけどね。はい、一応今回玉座、体育倉庫玉座まで行っていきました。レア妖怪はさっき言った通りなんで、はい、これで全部だよね。うん、なんでまだまだね、十何日あって、今回 Y ポイントもね、かなり1500ぐらいもらえるのかな。うん、ログインボーナスねもらえるんで、はい、イベントまあ15日間頑張っていきましょう。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、順番にブルポンの前にこれゲットした方がいいのかな。デスコンダクターね。はい、
まあ順番にね攻略したいと思います。それ攻略しちゃったらもうワイプ稼ぎぐらいしかなくなるのかな。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。